はい、どうもホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。いつも動画ご視聴ありがとうございます。今回は、以前、コストコのタンをさばいた動画があったんですけど、そのコメントで血抜きしないのとか、重曹でやった方がもっと柔らかくなりますよとか、いろいろな、ご意見いただいたんですけど、実際問題どうしたら一番美味しくなるのか、自分自身もいろいろ試したりはしたんですけど、比べて試すっていう機会もないので、今回実際どうしたらコストコのタンが一番美味しくなるのか、8つの方法でちょっと検証してみたいと思います。はい、ということで、コストコのタン、買ってきました。今回4本買ってきたんですけど、今回の検証方法としては、これを2等分に切って8種類の、方法でどうやったら臭みが消せるのか、柔らかくなるのか、その辺を検証していきたいと思います。で、検証する、方法なんですけど、それはこちらです。玉ねぎ、りんご、重曹、ヨーグルト、牛乳、炭酸、水と何もしないでノーマルの状態で8つの方法で今回試していきたいと思います。それでは早速やってみたいと思います。それでは早速タンを仕込んでいきたいと思います。詳しいカットの仕方や焼き方などは以前の動画をご覧ください。今回コストコでタンを4本買ってきたんですけど、前回はエクセルってブランドで、今回はスイフトっていう別のブランドになっていました。その辺を自分は食べ比べたことはないので、もしかしたら他にもコストコではアメリカ産の違ったブランドを使ってる可能性もあります。もしその辺詳しい人いたら、ぜひコメント欄で教えてください。今回はタン下を取って半分にカットして、4本のタンを8等分にしていきます。こんな感じです。カットしたタンをジップロックに入れて、まずはすりおろし玉ねぎを入れていきます。次はすりおろしたリンゴを入れていきます。はい、お次は水に溶かした重曹を入れていきます。はい、次はヨーグルトを入れていきます。はい、お次は牛乳です。次は炭酸を入れていきます。そして水を入れて、最後は状態を同じするために何もしないタンもジップロックに入れて保存します。今回時間空きすぎて10時間くらい経っちゃったんですけど、正直ちょっとつけすぎちゃいました。つけ置きして水洗いしてよく洗ったタンがこちらです。それぞれ同じ時間つけたんですけど、かなり色の違いがあります。特に玉ねぎとかは腐ったような色してますが、その辺は問題ないので安心してください。今回は根元の柔らかい上タン部分ではなく、真ん中くらいのタンで検証したいと思います。厚さは2ミリくらいでカットしていきます。カットの終わったタンはこんな感じです。外側の色の変化はありましたが、中はそこまで変化ありませんでした。それでは焼いて検証していきたいと思います。はい、それでは牛タンの仕込みが終わったので、早速焼いて食べていこうと思います。いつも一人でやってるんですけど、一人で食べていくのも寂しいんで、今回は強力な助っ人も、用意してます。大友店の店長の宗介です。カメラマン兼、アシスタント頑張ります。お願いします。はい、それでは早速焼いていこうと思います。はい、それではまずは何もしてない、通常のコストコのタンを、食べていこうと思います。このコストコのタンに関しては、前回の、牛タンをさばく編でも食べてるんで、大体味の想像はできるんですけど、まず基準として、食べていきたいと思います。お願いします。はい、お待たせしました。ではノーマルです。じゃあこれ普通の何もしてないタン、いただきます。食べてみて。若干やっぱり前回の動画でも言ったんですけど、ちょっと牛っぽさはあります。今味付けは今回全部塩だけで食べてるんですけど、他の何もごま油だとかニンニクだとかっていうのはなしで、塩だけだとやっぱりちょっとだけ牛っぽさはあるかなと思うので、もし塩だけで食べるんだったら、これから出てくるような何かした方がいいのかなって思います。ちなみに、基準として今回がこの1枚目が10段階でいうと5っていうことでいいですか？5だね。はい、5。ではこれを基準に食べていこうと思います。次準備していきます。次は、玉ねぎを、食べていこうと思います。この玉ねぎが、一番ちょっと色の変化が、激しくて、ちょっと腐ったような見た目だったんですけど、全部
同じ時間つけたものなので、まあ、腐ってるとかっていうことはないです。では早速食べていこうと思います。お願いします。玉ねぎですか。こちら玉ねぎです。個人的には一番こう柔らかいんじゃないかなと思っているんですが、ね、色的には結構ちょっと悪かったんで不安なんですけど、いただきます。ちょっとやっぱ玉ねぎの匂いがするね。柔らかさ的には確かにさっきのタンよりは柔らかい気がします。まあ、このちょっと玉ねぎっぽい匂いも、まあ、焼肉だとちょっと色味とかも微妙なんで、なんかステーキとか煮込みとかに使ったら結構美味しいんじゃないかね、これは。そうですね、個人的には玉ねぎ風味すごい好きですが、純粋に牛タンっていうのだとちょっと違ったかもしれないです。すいません。はい、いつものもらっていいですか。ありがとうございます。いただきます。すいません。いただきます。次は、お待たせしました。ではリンゴ漬け、リンゴね、いきたいと思います。まあ、なんかよく結構肉柔らかくするのに果物を使うとかっていうし、これもなんか甘くなったりしてて実は意外と美味しいのかなと思ってるんだけど、はいはい、どうぞ。いただきます。若干俺のこの水抜きが甘かったのか、若干確かにこう甘さがあるかな。それはプラスですか。ちょっと違いました。プラスではないかな。牛タンにちょっと甘くなったなみたいな。でも確かになんかこう臭みは一番初めのタンよりはなくなってる感じはある、まあ、柔らかさもちょっと柔らかいかな。ではいただいてみます。ソース君食べてみて、ちょっと感想を聞かせて。若干甘くない、そうでもない。俺は思うだけ。はい。あ、思ってたよりも甘いです。甘い。これはプラス？ああ、やっぱりちょっと違うかもしれないですね。でもこれもやっぱ使う料理によってはいいのかね。今塩だけで食べてるけど、焼肉のタレとかで牛タン食べるみたいな時だったら、まあ、この甘さも別にそんなに気にならないかも。かもね。かも。食べたことないんで。あー、わかります、わかります。まあね、だから可能性は感じました。可能性はある。可能性はあります。じゃあ次、行きましょう。お願いします。もうなんかもうちょっと、そうですけど、フレンドリーに行こうぜ。はい。もう全然、全然もう硬くならずに行こう。もうこのままの感じで行こう。はい。この感じでカメラ回して。すいません、あの重曹の、動画撮ったんですけど、ちょっと撮れてなかったみたいで、もう一回撮り直して同じシーンを、撮りたいと思います。なんでこれ今2回目撮ります。重曹なんですけど、ま、TikTok とか、まあ、コメントとかで、ま、重曹につけた方が柔らかくなりますよってコメント何件かいただいてたんで、結構あの今回用意した発酵の中では予想というか初めの段階としてはあの結構一番いいんじゃないかなって思ってます。早速食べていこうと思います。ソスケさんお願いします。はい、はい、ではいただきます。今もう2回目取っちゃってるから一通り食べたから感想言うんですけど、一番食べやすい、臭みっていうのも消されてて、まあ、柔らかくなってる印象です。どうだろう、ソスケもちょっと食べてみて。はい、どうだろう、なんか柔らかいよね。やっぱ柔らかさ、うん、いいです。うん、して、まあ、匂い消しとしても、働いてるなって感じあります。あんま、なんか俺自身、その重曹料理に使うって、なんか普段のお肉とかにね、なかったんだけど、まあ、例えばこういう風な使い方っていうのがあるんであれば、まあ、試してみるのは面白いのかなって思います。自分もちょっとね、重曹って言って、ちょっと化学っぽいなと、化学的だなと。そうなんだね。もうちょっとなんかこう、勝手な薬臭いのかなと思ったんだけど。いましたが、まあ、結構やっぱ、いろいろ使われてるだけあって、優秀だったなと思います。そんな感じで、はい、2回目の動画はこれで、はい、繋がるかな。くん、お願いします。はい。すみません、今ちょっと太陽の光の関係で、あの、席を移動しました。では次、ヨーグルト、食べていこうと思います。まあ、結構なんか料理とかで、あの、
鶏肉ヨーグルトに漬け込んだりとかもあるんで、これもなんか菌の力とかで柔らかくなるんじゃないかなって自分の中では思ってるんで、すごい楽しみなんで食べていこうと思います。はい、でヨーグルトいただきます。これあれかね、水洗いの仕方なのかな、ちょっと若干酸っぱさが残ってるかも。なんかなんだろう、ヨーグルト感がなんか使う、やっぱこれも使う料理だね。さっきの玉ねぎもそうだし、りんごもそうだけど、焼肉寄りではないかもしれない。何か煮込みとかに使うんだったら、このヨーグルト感がありかも。俺の個人的な意見は。じゃあソースも食べてみて。結構贅沢に使ってましたからね。柔らかくはなってる。その牛タン元々の1個目のあの臭みっていうよりは別のものでカバー。おーよ、場所によるかな。いや、いけました、いけました。本当に思ったよりも美味しかった。おー、いいです、いいです、いいよ、いいよ。俺に持ってきたところがあんまよくなかったんじゃない。だいぶ使ってたみたいです、そこは。本当にだから均等につけることが大事ってことだよね。なんかこう、一箇所ばっかにヨーグルトついちゃうと、そこばっかヨーグルトっぽくなっちゃうから、やるなら、しっかりこう、水洗いと絞るとか必要そうですか。どうなんだろうね、これ、まあ、今回結構短めに洗って、まあ、ちょっと水につけてたんだけど、1時間ぐらいとか水につけた方が、まあ、その牛タンの臭みを玉ねぎで消しました。で、その玉ねぎの嫌なところも水で洗い流すことで消せて、さらに最高のタン出来上がりますみたいな感じになったのかもしれない。ちょっと今回水洗いがちょっと甘かったかな、多処理的には。まあそうだね、ちょっと必要、その辺ももし後々ちょっとこれからの課題で研究していこうと思うんで、はい、お願いします。お願いします。はい、次牛乳か。だから牛乳言ったらヨーグルト親玉みたいなことじゃん。だからそんな変化はどうなんだろうね。なんかヨーグルトの方が菌があるからすごくこう柔らかくなるイメージはつくんだけど、でなんかこうちょっとネットで調べると牛乳もお肉柔らかくするのにいいよみたいなの出てきたから今回エントリーしたんだけど、はい、個人的にはちょっと引いてます。ちょっと牛乳、はい、なんで自分はいいかな。はいはい、牛乳いただきます。じゃあいただきます。もともと牛タンって牛の舌じゃん、はい、そのままなんだけど、なんか俺昔から牛タン食べるとちょっと牛乳の味するなって思ったことがあって、後味的なものが、なんかそこを俺はそれ嫌だっていう人もいるんだけど、俺そこをそんなに嫌だと思ってなかったの、その牛乳っぽさは。だからそこに牛タンの牛乳っぽさにさらに牛乳が加わって、なんか俺としてはミルキーな感じが嫌いではない。ただこれを臭いって思う人もいるかもしれない。ああ、はいはいはい。だこれを臭みと捉えるんだったら最悪、そういい意味でのコクかなって、あんまマイナスに捉えない、これは本当に。 OK です。なのでちょっと皆さんの意見とか欲しいと思いました。では次準備します。じゃああと2つだよね。はい、うん、今、次は炭酸ですね。炭酸水でやってます。炭酸、あ、炭酸もビールにつけるといいとか、コーラにつけるといいとかってなんかこう俺聞いたことあったから、なんか同じシュワシュワ系でいいのかなと思って、でなんかコーラとかちょっとビールだと、まあ、焼き肉するのに臭いかなと思って、まあ、今回あえて炭酸を選んだんだけど、ここちなみに焼き係やってますけど、うん、気持ちこの炭酸今焼いてるところ一番柔らかい気がしてます。焼く前の状態でハードル上げますね。じゃあ早速お願いします。はい、では見た目はねさほど変わらないけど、でももしかしたらこれがめちゃめちゃ柔らかいかもしれないから、いただきます。あのね、ちょっと気づいた、なんかさっき言った初めからこういろいろ玉ねぎ、リンゴとかいろいろやってきて、まあ、どっちかっていうとこう味のあるものみたいなのでやってたんだけど、やっぱ今炭酸になってちょっとやっぱまだ牛っぽさは感じた。なんかこう柔らかさはちょっと増したのかなって思うけど、だから味の濃い料理とかに使うんだったらこういうのもありかも。下処理としてその臭さを抑えたいっていう場合で言うと、ちょっと俺はね牛臭さは感じるけど、これも下処理で
ごま油とニンニクととか胡椒とか入れて下揉みするんだったら全然俺は気にならないレベル。あとはやっぱこうコストコのタンの値段を考えたら全然妥協するレベルなのかなって。どう宗介的には。ああ、そうですね、やっぱり今までと比べると消しましたって感じは弱いかもしれないですね。ただこれが牛タンだっていうね、あれはあるので、牛タンとしては、ね、ちょっと柔らかくなっていいかなと思ってます。はい、はい、じゃあラストいきましょう。はい、ラストは水。まあこれ普通にあの言ったら水で血抜きしますとか、まあ、そういうことだよね。そうですね、うん。まあ、それをちょっと長めにつけましたで、まあ、どれぐらい臭みが取れてるのか、はい、試してみようと思います。水、でもこれ今回結構長めにねつけたけど、まあ、ちょっと洗ってっていうのでも一緒だよね。いただきます。正直そんなに炭酸と変わらない、まあ同じ感じかな。もしかしたら多少の違いはあるのかもしれないけど、そこまで炭酸と水で今違うかっていうとそんなに差はないかもしれない。あの先に来てた5個が結構インパクト強かったかも。でもそんなにめっちゃ牛臭いみたいな気になるほどかっていうとどうなんだろうね。初めのコストコのタンもそんなに多少の牛臭さはあるけどさ、まあなんかそうフォーカスじゃないけど、最終的にそうすけ、どれが一番美味しかった？今日ノーマルから食べてって、あのまあ8種類食べたんだけど、そうすけ的にはどれが一番こう、はいはい、いい？わかんないです、これはいいのか悪いかわかんないです。個人的に、超個人的には、やっぱ重曹でした。柔らかさ、ささ、鶏としては優秀だったかなと。なるほどね。俺の個人的には重曹もね入った。重曹か牛乳は柔らかくなったんだよ、はい、ただちょっとこう、はい、なんか旨味もドーピング的な、牛乳で旨味足しちゃうみたいな、まあ、それ嫌な人は多分嫌だと思うんだけど、まあ、もしそれが嫌いではない人からするとそれも一つの手段かなって。で、まあ、今回基準を焼肉だって考えた時に俺色味も結構大事かなって思うんだよね。その見た目の色、発色の仕方みたいなってなると、まあ、やる漬け込む時間にもよるけど、結構今回の玉ねぎとか他のものもそうだけど、ちょっと色が悪くなっちゃってるのって正直塩だけで味付けするとあんま良くないのかなって。そう思うと、まあ、どっちを取るかだよね。こう見た目もやっぱ俺美味しさの一つだと思うから、色が悪いっていうだけでだいぶマイナスになっちゃうから、なんでまあもしみんながこうやる場合に何をするか、まあ、焼肉に使うんだったらこれ、煮込みとかに使うんだったらこれとか、まあ、その使う用途によってその柔らかさを重視する、臭みを消すっていう重視するっていうので使い分けた方がいいのかなって俺は今回こうやってみてね。なかなかこう比べる機会ないから。そうですね、そうですね、うん、まあもし他にこんな風にした方が柔らかくなるよとか、こんな風にした方が臭みが消せるよってことがあれば、ぜひなんかコメントとかでもらえたら、まあ、次回そういうのでも試してみたいよね。さらにですね、うん、さらに確かにいろいろやってみたい。多分これだけじゃないから、うんうん、今回結構あんま目立たないような、なんならじゃあもう臭み消すんだったらスパイスとか入れた方が消せるよっていう意見もあるだろうし、まあ、今回塩だけで食べての判断だったんで、まあ、こういう結果になったんですけど、今回のテーマ的にはこちら選びました。で、すいません、ちょっとそれ隠してもらっていいですか？あの漢字違うのかな、もしかして。あ、俺が違った。どっちが違うかわかんない、まあ、重曹です。はい、はい、本日の動画は以上です。動画最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやってます。まあ、これからもホルモンの仕込み方や焼き方などいろいろ動画にしていこうと思います。もしよかったらこれからもご覧になってください。今回の動画がいいなと思いましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回、バイバイ。